デリカテッセン、ベルリンデリカテッセンは、サンドイッチや持ち帰り用の西洋風惣菜を売る飲食店である。ラテン語のデリカトゥスを外し、ドイツ語で、美味しいものを意味するデリカテッセの複数形であり、そこからデリカテッセンを売る商店という意味が派生した。デリアデリカと略されることもあるが、三菱のワンボックスカートは、無関係。ニューヨークの校舎式、カッツデリカテッセンハロッツ内の、 デリカ鉄線デリカ鉄線で扱われる食品は、ハム、ソーセージ、チーズ、パン、オリーブ、サラダなどが主で、量り売りであることが多い。デパートやスーパーマーケット内部のデリコーナーである場合と、独立した商店である場合がある。アメリカ合衆国では、独立したデリは、ソフトドリンク、低アルコール飲料、生活雑貨等も取り扱っており、コンビニエンスストアの役割も果たしている。 注文に応じてサンドイッチを作ってくれる店舗が多く、店舗内に飲食設備を設けて、ファストフード店、またはカジュアルレストランとなっているところも多い。高級なデリカテ線では、ワイン、パテ、キャビア、フォアグラなど、グルメ食品なども扱い、ヨーロッパではむしろグルメ食品店として機能している。カナダとオーストラリアでは、アメリカ風とヨーロッパ風両方のデリカテスセが見られる。 アメリカ合衆国では19世紀にヨーロッパからの移民によってニューヨークなどでデリカ鉄線が起業された。東ヨーロッパ各国から移住してきた東欧系ユダヤ人によるパストラミアロックス、ゲフィルテフィッシュ、クニッシュなど校舎のユダヤ料理を売るデリカ鉄線が最も有名だがドイツ系やイタリア系移民などが開業したデリカ鉄線もあり。 11種デリカテッセンと呼ばれる全車と区別するため、後車をユーロピアンデリカテッセンと呼び分けることもあった。航空機では上位クラスのシートで普通の食事に変えて軽食が提供されることがあるが、これもデリカテッセンと呼ばれる。機内食の区分でデリと表示されているフライトがそれである。日本においてはコンビニ向けに作り置きの調理済みおかずを製造する会社。 スーパーやデパートのそれらを提供する部門、またはそこで提供される商品を指す要例が多く見られる。近年は欧米に似た惣菜の販売や、店内飲食を主な号とする店舗も見られる。語義的には上述の通り用風惣菜を指すことになるが、店頭では和洋中の商品が区分されずに売られる場合も多い。すなわち、日本においては、惣菜とほぼ同義である。 ありがとうございます。